仏教曹洞宗殊勝義の意味現代語訳解説曹洞宗修了智田堪忍第一章僧正。生まれるとか生きるとか死ぬとか命は計り知れないけれど、命の不思議を分かりたいんだね。自分一人がと思っていたらすごく寂しいけど、私も大きなたくさんあるうちの一つの命なんだと気がついたら、眠るような最後でいいと思えるね。それが諦めなんだね。それが明らかなんだね。何かや誰かを嫌がったり、焦って何かを願ったり、どうしようもない私をやめて、最後は始まりからのプロセスなんだとしろよ。人に生まれるってことはすっごく稀なことだね。命の仕組みを理解するなんてもっと稀なことだね。今私たちありがたいことにこの地上に生を受けた。それだけじゃない。命の仕組みに出会って喜んで学んでいるのだね。生き死にの中で良い心で生きるってことは本当いいことなんだよね。100年とない短い時間なんだからさ、良い心で暮らしたいもんだよね。時間は止まってはくれないね。道の草から地面に落ちる露みたいなもんさ、命はね。命がなくなれば抜け殻はもはや完全な僕とは言わないんだな。命は公園に移されてすぐにまたどっかで何かになるんだろうね。死んだら血の気が引いて青くなるよね。何かを誰かに尋ねられたってもう答えることができないよね。すごく思うよ。もう会えない。命は大事だね。死ぬってことはさ、この世でたとえ国王という身分の人だろうと、人の上で指図してる人だろうと、人の下で従ってる人だろうと、あるいは私や妻だって子供だって、あるいは宝や薬がいくらあったってお構いなしに突然にやってくるもんだ。その時はただ一人であの世に行くんだ。誰もがね、生きるってのは良くも悪くもどう生きるかってのは当たり前に自分次第なんだね。今生きてられることには必ずこうなった原因があっての結果なんだからさ、生きてられるってことを大切に思うんなら、報復を考えないやつや過去現在から学び未来を思えないやつや善悪をわきまえないで好き放題やってるやつとは群れないことだね。私の意向もお構いなしで、自然や歴史はでかいうねりの中で動いてる。悪いことしたやつは必ず生きたまま地獄に落ちるもんで、苦しむもんさ。良いことを最後までやる人は必ず報われて生きたまま天国の心境を味わえるものさ。お金を持ってようと持っていまいと、体が強かろうと弱かろうと関係なくにね。そんな因果なんてあるもんかって思っていたら、体調も良くなんないし、家族も組織も当たり前にうまいこといかないね。まして因果を知らないってことは先祖も大切にしないんだから、親戚や士族の助けも、あるいはそれ以上の存在の助けもないわけだね。善悪の報いには3つあるというよ。1つ目は今生きてる中で受ける報い。2つ目はその後、そうだね、子供たちが受ける報い。3つ目はそれ以降、そうだね、子孫が受ける報いだ。生命とは何かを研究した人たちの生きたレポートを得るためには、その最初からこの3次のことを徹底してないといけないね。じゃなかったら大間違いで正しいことが見れなくなる。ただ正しいことが見えなくなるだけじゃない、悪い奴らにコントロールされてほんと長い時間苦しむことになる。自分の体が2つも3つもあるわけじゃないんだからさ、
悪いことをやったりコントロールされたりすることのないようにね。悪いことしながら悪いことじゃないと思って、それをやったことに関して報復はないなんて自分勝手な考え方をして地獄に落ちてる場合ではないよ。第2章、懺悔滅罪。罪や過ちを洗い清めますよ。仏様とは大いなる命、天の父のことです。祖師とは生命の法を継いできた先生です。菩提とは生命の保護と発展に寄与する。菩提心とは生命の保護と発展に寄与する心です。菩薩とは生命の保護と発展に寄与する尊い命のことです。慈恩とは母なる命、無償の愛へのご恩です。法恩とは父なる命への恩に報いることです。仏様や祖師の先生方はあんまりにもこの世がひどいのでたまりかねて、憎しみの心を持って人々を憐れみ、仏門をお開きになったのだね。これは生きとし生けるすべての命を仏道に目覚めることによって救うということなのだね。人であれ神であれ、かの三次の報いを悪行の後に受けるのだといえども、懺悔するのであれば重き罪は軽減され、またすっかり洗い落としてくれる。そのようにきれいになりたければ、誠意ある心で信心を一つに保って、仏様の前で、あるいは現物相手ですね、相手の前で自分の過ちを認め、心から謝罪することですよ。このようにするとき、相手の仏様に懺悔の気持ちが届いて、相手の気持ちだけではなく自分の気持ちもきれいに浄化されます。この効果は素晴らしく、そして差し障りもなく自由自在であり、まじり気もない純粋な信心と励み、一生懸命生きていく二人の心を成長させてくれます。お互いに相手の仏様を拝み、きれいな心で向かい合うとき、そこに自他という心の壁はなくなり、争いはなくなります。そのご利益は目に見えて、有情も非情も生物も無生物も全てに良い効果を与えるのですよ。その醍醐味というか意味の凄さは、たとえ私が作ってきた過去の悪事が多く重なって仏道を学ぶことに障害となったとしても、仏道を生きた仏様、そして先輩方があなたや私を憐れんで悪行による障害を解き放ち、学道から障害を消し去ってくれて、その男は仏教徒だけではなく全ての全世界に満ち満ちて渡り広がるのだよ。悲しいことがあったら私に伝えてくださいよ。仏様は昔の方だけれども、確かに私たちが今仏様の使命を受けていますよ。私が昔から作ってきた数々の悪行は、皆知らず知らずのうちに重ねてきたむさぼりや怒りや愚かさによって、身と口と心からの生み物です。私は今この私の一切のすべて仏様に懺悔します。このように身も心も懺悔すれば、必ず仏様から助けを賜ります。心を洗い清め、きれいな心にするんだ、なっていくぞ、今すぐなるぞと
決意して体で仏様へ敬意を表し、口にすべての罪を仏様に告白し、本気でとことん懺悔して、懺悔の心は仏様の力をいただき、罪の根本から金をも溶かしてしまうぐらい全くなくしてしまうのですよ。第三章、樹海入位。仏様の戒を受けて仏様の仲間入りをしますよ。深く仏法僧の参謀を敬い奉りますよ。仏とは素直な心になることですよ。法とは決まりを守ることですよ。僧とは仲良く暮らすことですよ。どんな生き物に生まれてこようとも、参謀を大事として相手を敬い、自分の損得を感情に入れないで相手に尽くすという心を持ちましょうよ。正法始まりの地から東方の終わりの地まで仏様が脈々と伝わるところで、必ず参謀を慕って敬う風潮が根付いているもんです。もし福薄く徳の少ないような正しい仏道に目覚めない人々は、参謀の文字だけでも立て祀ることなく、喧嘩や訴訟や不満の絶えることがありません。どういえばそのような人たちが参謀を得ることができるんでしょうか。いたずらに月日を重ね、災いを被ることを恐れおののきながら、誤ったいかさまな人間の作り上げた神などを信仰したりしている場合ではありません。人から金品物資を貪るためだけのそんなものを信仰していたのでは、苦しみは増すだけです。早く自分自身が人生の主人公であることに目覚めて、自分自身を頼りとして仏法僧の参謀を大切に、苦しみを下脱するだけでなく、他の人もみんな幸せにするべしですよ。その参謀とは、第一にはやっぱり懺悔の心、上心が大事ですよ。お釈迦様がいた頃も、お亡くなりになった後も変わりなく、合掌して頭を下げて腰を低くして口に唱えますよ。南無帰依仏、南無帰依法、南無帰依僧。仏様は大先生ですよ。素直な気持ちでいつも心で仏様に質問してみてください。私はこれで正しいですか。どのようにすれば良い結果になりますか。法は良いお薬ですよ。決まりはみんなが生きていくために必要なんですよ。あなたや僕が困った時もお薬のように効くもんなんですよ。大事ですよ。そうは醤油ですよ。友達が大事ですよ。困難があっても仲間がいれば勝つことができます。友達は大事ですよ。仏様のお弟子になるということは、必ずこの三つの戒が基本となるのですよ。その後どんな戒を受けるようにあっても、必ずこの基本を体得していれば、キャッチボールのように正確に効果やお得が自分に返ってきますよ。どんな人であれ、命もみんなそのようにして互いに溶け合えることができますよ。まさしくそのことそのものが仏道ですよ。仏道はそういう意味ですよ。集団や団体をなして仏法というのではないですよ。すべて仏様の教えのことですよ。一部の人間のわがままではないのですよ。
結局生命が全てが維持されるための教えなのですよ。すでに三宝に帰依し奉る全ての人はありとあらゆる命と場所に増長して必ず功徳を積み重ねてこの上ない正しい仏の知恵を完成しますよ。三期のお徳の効果はそれはもう最も尊く最上のものでさらに奥が深すぎて計り知れるものはできないっていうぐらい、そういうことはお釈迦様が人生お経の中ですでに証明しておられますよ。生きとし生けるみんなの信じることのできることですよ。信じることができれば次には三樹上界を受けることができます。第一勝利次会、正常の心を持って一切の不善をなさないと誓い立てまつること。第二正善坊会、正常の心を持って一切の善行に励むことを誓い立てまつること。第三摂取上会、正常の心を持って長く世のために尽くすことを誓い立てまつること。これを信じることができれば次には重々金戒を受けることができます。第一不摂生戒、命をことさらに殺さざるべし。第二不中等戒、与えられざるものを手にすることなかるべし。第三不邪淫戒、未知ならざる愛欲を犯すことなかるべし。第四不毛五戒、偽りの言葉を口にすることなかるべし。第五不行使戒、酒に溺れて商業なりわいを怠ることなかるべし。第六不摂化戒、他人の過ちを責め立てることなかるべし。第七富士山北戒、己を誇り人を傷つけることなかるべし。第八健法財戒、物でも心でも施すことを惜しむことなかるべし。第九不信二戒、怒りに燃えて自らを失うことなかるべし。第十不法三宝戒、仏法僧の三宝そしり不信の念を起こすことなかるべし。これを受けて三期三樹上界重々金戒はすべての仏様の受け持つものですよ。受戒するということは過去現在未来の仏様のこの上ない正しい仏様の知恵、まさに金剛石のように壊れることがない、すなわち仏様の効果を証明するものですよ。では誰のためにこれがあるのでしょうか。お釈迦様は明らかに世のすべての命のためにこれを示されましたよ。あらゆる命が仏様の戒を受けることはそれだけで即座に諸々の仏様との格式に並ぶということです。大いなるお釈迦様と変わりがなくなるということですよ。まさしくあなたや私が仏様の大切な子供ということです。仏様の戒を法を受け止め常に保つのですよ。いろいろ差別のある具体的な生き方の中にあってことさらに知っても感ずる思いもないです。誰も何を言おうが知ったことではないのですよ。せわしなく世の中群れをなして長きにわたって日々の奇挙同棲の中で仏様はこの戒を法を受けて生きてますよ。いろいろと思慮したりすることなすことに
影やしこりを持つことはないですよ。なぜならいつどこでも土は草木を育て、草木は土の肥やしとなり、垣根、壁、瓦、小石の果てまで、すべてが皆それぞれに生かし生かされ、天に地にまさしく仏様の仕事働きをしていますよね。吹く風、流れる水の恩恵に預かったすべての命が、みんな計り知れない不思議な仏様の力に知らず知らずのうちに助けられて、このことこそがもったいのない、まさしく親の親とも言うべきほどの絶大な真実、なんだかんだを言う前に、すでに証明された大自然の恩恵によって、あなたも私もすべての命が存在できるという圧倒的な事実なんですね。ほら、企みもなく計らいもない自然の働き、その力、私たちはなんとちっぽけであったことか。私たちは見返りばかりを求めていないか。自然はすべてを知っている。私たちも自然のように自然に道を求め、世の人を救おうという願い心を持とう。第4章発願理章。みんなが生かされてみんなに利のあるようにしようという誓願の心を起こそう。菩提心を起こすということは、自分が現時点たった今未熟であったとしても、すべての命を争いのない安心して暮らせる状態に導くことを決意して、生活をその方向性に向けて営むということですよ。在家であっても出家であっても、神であれ人間であれ、貧乏であれ裕福であれ、病気であれ健康であれ、苦であろうと楽であろうと、早く菩提心を起こすべきですよ。そうしないと本当の幸せはやってこないですよ。どんな生い立ち、どんな職業、どんな顔立ちの人であれ、その心を起こせば、そのままで全ての生命の大先生なのですよ。たとえ幼子であっても、その心を起こせばお坊様、大先生なんですよ。生きとし生ける全ての命の大いなる父母なのですよ。男女性別を論じてはいけませんよ。力は腕力だけではないですよ。男子も女子もそれぞれに力があるんですよ。これが仏道の計り知れない法則ですよ。男女はそれぞれ、性別は違いども、力を合わせて生きるべき存在ですよ。その力は世界を作る力なのですよ。もし菩提心を起こしたのに地獄に落ちたというのであれば、その輪転もすなわち菩提の行いであり願いであるから、無駄ではないのですよ。たとえ今までこの時期を虚しく過ごしたとしても、生きてる間に急いで発願しましょう。たとえもう仏様になったのだと、自分はこれで一人前だと思ったとしても、なお周りを見てみんなが仏様になれるように何度でも説いて歩きましょう。あるいは衆生を悲願に渡すことにすごい時間を要して、ついには自分が仏様になれなかったとしても、誰かがまさしく助かったことでしょう。それを衆生を利益すると言いますよ。利益じゃないですよ、利益するですよ。この利益には、姉妹の般若、目に見える働きがあります。一つには伏せ、二つには愛護、三つには利行、四つには同時。これはすなわち菩提の願いであり行いですよ。この伏せというのは貪ってはなりませんよ。
個人の私物ではありませんよ。そう言っても伏せは拒むものではないのですよ。物や金額の多い少ないという、それを感情に入れてはなりませんよ。誰に対してもお伏せをしたそのことが尊いのですよ。一句一言の法も伏せですよ。伏せしましょう。これは私にとってもあなたにとっても良き種まきなのですよ。たとえ一銭一銭の財産だとしても喜んで伏せしましょう。この世もあの世も、この国もあの国も良い根になりますよ。仏法そのものも財産ですよ。財産も仏法と他なりませんよ。違うものではありませんよ。世に無駄なもの、汚いものがありませんよ。ただあなたも私ももらったもんだと言ってむさぼらず、もらったらかえって世のみんなのために、今度は逆に伏せしていきましょう。何もなくて困っている人を見たら、例えば船を置いて橋を渡すのも伏せ業そのものなのですよ。根性の中の商売や産業というものだって伏せに他ならないんですよ。愛語というのは今の時代や生きる人々へ、全ての命と向かい合う時にまず苦しむ人の悲しみに心を傾け、慈愛の心を起こし、それぞれの気持ちに応じたねぎらいと慈悲の言葉をかけて差し上げることです。世のみんなの痛み、悲しみ、苦しみをねぎらい、慈しみ、自らの生活苦のことも、超えてきたことも励ましのために言語することは愛語と言います。良いこと、徳のあることは誓って褒めてあげましょう。良くないこと、徳のないことは誓って共に悲しみましょう。悪い敵を降伏させ、賢い人々を結ぶことも愛語が基本ですよ。相手から、本人から愛語を聞くことは顔もほぐれますね。心も楽しくなりますよ。向かわずしも遠くで愛語を聞くことは肝や魂、心に響きますね。愛語は国王の心ですら引き回しましょう。巡らします。実に世の中を幸せなようにして巡らしに向ける力がある素晴らしいものだということを学んでいきましょうよ。利行というのは貴賤を厭わず、どんな人にも利益の善行を巡らすことですよ。スズメに恩を課せたとて、たとえ看病をして労したとして、僕もあなたも褒美を求めちゃならのですよ。ならないですよ。ただ単に利行を行っていくんですよ。愚かな人は他人を利すれば自分の取り分がなくなるんじゃないかっていう感情ばっかりするわけですが、利行はこれも仏法の一つに他ならない。いつでも施した自分も、施してもらえた相手も、またその逆もあり、利益はすなわち利悪は仏法に手を合わせた全ての人が享受できるんですよ。同時というのは何にも変わったことではありませんよ。自分のことであるし、他人のことでもある。例えば人を救いたいと思ったら、思った人がもはやお釈迦様なのだし、他人が困っていれば自分のことだと思って問題を考えて、後に自分がそのような窮地に追い込まれたら、あの時のことを思い出してその苦難を乗り越えることができるでしょう。ましてそれが悲しい出来事じゃなくて楽しいことなら、他人の喜びは
私の喜びだと思って喜びは倍増します。喜びはますます伸びて苦しみはどんどん消えていきますよ。自分と他人としてばかり見ていると窮屈なだけだから、乗りかけた船、同じ穴の無地なだと思っていれば何にも窮屈でも他人でもない。言えばお互いがお互いにお互い様、海へ向かう川の水を、その自然な流れを誰が止めることができますか。それらは自然に集まって海に向かい海となるのですよ。生き物はこれが逆だから、自己を防衛する本能で我の領域を主張しますが、大自然にそんなものはないんですね。そういう心持ちになれればいいのになぁと静かに思いますね。いや、軽はずみには思わないでくださいね。すべての命は誰かに騙されることもなく救い渡す恩恵を等しく受けるように、すべてがみんなで慕い合い敬い合い礼拝していきましょうよ。どんな言葉を変え形を変えたとて仏の道を行きましょうよ。第五章、行事法恩。誠の道を行く法恩の日暮らし。この菩提心はおおよそ全ての地球人が起こすべきことですよ。地球上に生まれようと願って皆さん生まれてきましたよ。そしてお釈迦様の仏法に出会えたのですから、何も特別なことじゃない。それが人類普遍の法則なんだと分かったら、ご先祖様や国家や社会への恩というのは当然ながら、まさに仏法僧の参謀への恩に報いる日暮らしが大切なんですよ。それは何にも特別なもんじゃないですよ。暮らしの場、そのどこにいてもできるんですよ。お寺もみんなが集まる会所なわけですよ。法恩感謝といって特別なことはない。一日一日の生命を大切にして仏様の道から外れないようにと願い、それぞれが担っている大切なお仕事に心から励んで続けることこそ仏法にかなった生き方だと先達もおっしゃいます。その時仏様を別な世界や他の時代に求めるのではなく、たった今この世で丸ごと私があなたが、あなたが私が仏様の姿だということに気がつくということが大切になってきますね。命を大切に、この上ない目覚めた死に会うためには、いろんな人の持っている毛の色や肌や目や、そういう色や特徴、背が高いや低いや太いや痩せてるとか、あるいはどこの国どんな国でどんな心情とかいうことすら超えていきます。超えて超えて、その人の嫌いだと思うところさえ超えて、よく観察して学び、日に三時に礼拝し、苦行して、さらに苦行したい敬い、さらに気にかかって苦しむことを苦しまないくらいにどしっと構えて、そのものを飲み込んでよしとする。今こうしてお寺でもどこでも仏様に見て立て祭り、仏様を見立て祭り、法の話を聞いたりできるのは、仏祖が面々の行事より伝えられてきたことを自音に他なりません。仏祖がもし一人でもかけていたら、今日のあなたも私もなかったでしょう。
一言でも感謝して恩に報いましょう。一方でも感謝して恩に報いましょう。消防現像、正しい仏法の眼目となるものをすべて収めてある蔵、仏祖の訪問を残してくださった道元禅師様、天道山のお師家様や各お尚様、達磨大師様、何より根本におわすお釈迦様への大恩、どうやって恩に報いればいいか、それほど偉大な仏法、スズメであってもカメであっても恩を忘れない例えもありますよ。特別なことではなくてもいい。いいことがしたらいいことがあるんですから。犬や牛の家畜でさえ恩を思って感謝の心でいるのに、人間というのはさもしい生き物ですね。争ってばかりで大自然や親たちに恩を返そうとはしない。特別他のことをせいと言ってるのではないのですよ。当たり前に日々の行事をすること、それが法恩法者の全く正しい道ですよ。いわゆるその道というのは、日々の命を無駄にしないということですね。自分のためと思ってやるんではなく、一つ一つが法恩行事なんだと思って丁寧にやることですね。時間が過ぎるのはあっという間ですよ。人間など一生あっという間に梅雨のように何にも残りませんよ。良いこと残したって、例え話か昔話でそれでおしまいでしょう。一日は過ぎたら戻っていけませんよ。100歳生きてもあっという間、だらだらと生きていたらすぐに骸骨ですよ。だからたった一日でも命がけで生きるという一日は100年の値打ちがありますよ。そういう行事をしましょうよ。誰もが大切なその身なのですから、自分自身の身も心も愛し敬いましょう。みんなで仲良く日々法恩の行事を表したとき、すべての命の道筋が明らかとなって、すべてが健やかになりますよ。健やかなだけではありませんよ。思いのままになりますよ。すべての命は輝きますよ。そうありたければ答えは簡単なのですよ。一日の行事が仏様の種だと思って、仏様と自分が一つだと思って、生きてる人も亡くなった人も過去も未来も全てがあなたと私に、その愛の全てが今そこにもここにもあるんだということに気がついて、ほら、そこに気がついたらあなたも私もお釈迦様なのですよ。全てのご先祖たち、全ての子孫たちは、今は姿形は見えないけれども、たった一人、たった一人のこの世のあなたと私を真剣に見つめているんですよ。時間と空間を超えて、あなたと私が生きてほしいとみんなが祈ってらっしゃいますよ。一人じゃないですよ。一人ぼっちなんかじゃないですよ。みんな誰かに愛されて存在しているんですよ。生存を願われてみんなが生きているんですよ。ほら、あなたも私も。今まで仏教徒の人は特にお釈迦様を一人を対象に祈ってきたのですけど、実はこのように同じくらいあなたも私も多くの多くの無縁無縁の人々に心の頼りにされて生きてこれたのです。そしてこれからも生きていくのですね。誰も彼もが
見たこともないほどの大宗教の教祖に位置するのですよ。誰も彼もが全人類全生命の大統領とも言うべき責任のある立場なのですよ。好もうと好まざるといえども至ってこれが生命の真実です。今生きているということ、勝手にリセットできる命ではないということ、人は一人に見えても人という生命とつながるすべての命がたった一人の命をまるで一つの宇宙のように膨大無尽に取り囲んでいるということ、守っているのだということ、聞こえる声だけが声ではない、目に見えるものだけが全てではない、このように命はすでに時間と空間を超越してるんですよ。生まれてほしいという願いなんですよ。生きてほしいという祈りなんですよ。あなたと僕が涙を流すとき、一粒の涙は海の荒波とも変わりがないのだよ。あなたと僕が笑うとき、宇宙のどこかではまた新たな銀河が生まれているんだよ。それほど何もかもがつながっているんだよ。何もかもがだよ。すべての命は天上天下唯我独尊、その姿は時代を超えてもお釈迦様と何にも変わりないと分かりましたね。私一人が私一人で私一人を愛してきたつもりが、みんな誰もが数えきれない誰かに愛されていたのですね。はじめから生まれるべくして天文学的な人数に祝福されて生まれてきたのですね。死んでいくその日まで、どんなに命が恵まれた存在かを確かめ、共に生きる仲間に命の大事を伝えましょうよ。生きれる限り生きよう。仲間を死なせてはならないです。すべての命と向かおう、向き合おう、できる限りを、できる限りを尽くそう。みんなの手で生きましょうよ。生きましょう、生きましょう。良い世の中を想像しましょう。あなたと私のすべての仏様に向かって合唱9杯。